今週のコンサドーレイズムは松原修平と熊田明人です。実は共通点だらけのこの2人、まずはこちら、花の92年組花のだね、疑ってる、花のじゃない、花のだね。福森、松原、小前、小林で仲はいいんだよ。仲はいいか、でも4人でご飯とか行ったことないでしょ。4人でタクシー乗ったことあるそんくらいしかない、プライベートね。プライベートで、はい、さらにはこれ俺に繋がってるな。なんと2人の初対面は東京ドームでのプロレス観戦。一緒のチームでもなく、はい、共通点もあるわけでもなく、はい、本当そこで初めて知り合って、オンラインゲームとかもしだしてしたらそこに2年後、3年人生で1、2、こうやね台本通り、あれが台本。そして最後はもちろんコンサドーレ。コンサドーレ、それはありますよ。今はもう残り2試合しかないので、まずは FC アウェイの FC 東京に勝って勝ち点3取って、最後は新人さんにいい道を歩いてもらえるように自分たちはやるしかないと思います。で最後レッツと満員のスタジアム勝って皆さんとススキノで札幌クラシックの前はいいかなって新人さんと思いを込めた残り2戦、全道からエールを。